は、滝江です。今日はトムヤンクン風炒め物に挑戦してみたいと思います。こんな感じです。鶏もも肉1枚にイカ、これは1杯ですかね、もう切れてます。スーパーで切ってもらいました。ホタテとエリンギ、玉ねぎ1/2個です。あと飾り用にイタリアンパセリを買ってきました。では作っていきたいと思います。まず玉ねぎ薄切りにしていきます。次にイカ、これもちょっと細かく切ります。トムヤンくんって普通エビだと思うんですけど、うちにはエビカニがアレルギーの人がいるので、そういう料理はもっぱらイカです。まあ、イカも魚介の出汁が出て美味しいですよね。イカ切りました。はい、次エリンギ、石づきを切り落として、で半分に切り、半分横に切り、これをまた立てこのぐらいの大きさに切ります。はい、エリンギこんな感じに切れました。次鶏もも肉は一口大に切っていきます。あ、忘れてた、生姜も必要です。生姜一かけらみじん切りにします。皮を剥いてください。はい、次は調味料を準備しておきましょう。お水 100ml、はい、調味料を合わせておきます。まず砂糖小さじ1、鶏ガラスープの素小さじ1、次レモン汁小さじ1、ナンプラー魚醤ですね小さじ1、うわ、次コチュジャン大さじ1、このぐらいかな。次豆板醤小さじ半ぐらいですね、このくらい、辛いからね、よく混ぜます。はい、牛乳大さじ1です。準備しておきます。水溶き片栗粉を用意しておきます。片栗粉は大さじ半、お水大さじ1、混ぜておきます。はい、これで準備できました。では中華鍋で炒めていきましょう。まずイカから炒めるんですけれども、イカは火を通しすぎると硬くなっちゃうので、炒めたら一旦取り出しておきます。フライパンを熱してサラダ油大さじ1、色が変わるぐらいまで炒めます。色が変わったものからどんどん取り出します。火を通しすぎないように。はい、イカが終わったら同じフライパンで生姜を入れます。はい、さっと火を通したら鶏肉入れていきます。皮の方から、鶏の皮から油が出るまで少し火を弱めてください。きつね色になるまで焼いていきます。今は弱めの中火です。皮から油が出てきてきつね色の焦げ目がついてきたら炒めていきます。はい、お肉の色が変わってきたら野菜を入れていきます。まず玉ねぎ炒めます。中華鍋のいいところはこういうトングでガリガリしても大丈夫なところですよね。はい、玉ねぎがしんなりしてきたらエリンギを入れます。エリンギに火が通るまで炒めます。テフロンのフライパンとかでトングでガリガリはしないでください、ね、テフロンが剥がれちゃいますから。はい、いい感じでしたらば、さっき炒めたイカとホタテを入れます。ざっと混ぜましょう。では調味料入れていきます。まずお水、合わせ調味料混ぜます。少し煮ます。少し煮て食材すべてに火が通っているようだったらば、水溶き片栗粉作ったのをもう一度ちゃんと混ぜて中華鍋に入れます。素早く煮立たせてとろみをつけます。最後に牛乳を加えます。はい、すぐ火を止めます。お皿に盛り付けて、パクチーやイタリアンパセリなどの葉っぱを散らして完成です。